皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回は B レジェンドプロテイン売れ筋ランキングトップ5ということでお送りしていきたいと思います。ビレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックお願いいたします。ということでですね、今回ですね、公式サイトからの人気ランキングトップ5をお伝えしていきたいと思います。こちらですね、もう常に置いてある商品でピックアップしてトップ5を紹介していきたいと思ってます。プラスですね、僕自身のトップ5もお伝えしていきます。ではですね、早速いきましょう。公式のトップ5ですね。まず第5位、そんなバナナ風味。いいですね、そんなバナナ風味。もうほんとね、バナナをすごい再現されたフレーバーで、僕初めて B レジェンドプロテインを飲んだ時にですね、そんなバナナ風味飲みました。とても感動するフレーバーでした。今ではですね、いろんなバナナのフレーバーもあると思うんで、お好きなプロテインを選んでいただくといいんじゃないかなとも思うんですけど、このそんなバナナめちゃくちゃおすすめなので、ぜひ気になる方は飲んでみてください。お試しセットなどでもね入っているので、ぜひそういったので試してもらってもいいんじゃないかなと思います。それではですね、続いて4位、鬼レモン。はい、この鬼レモン初めて飲んだ時衝撃的です。この今世の中にあるプロテインの中で一番酸っぱいプロテインなんじゃないかなと思います。なので酸っぱいのが好きな方、そしてレモン風味が好きな方はですね、めちゃくちゃハマると思うんで、ぜひ飲んでいただきたいです。それでは続いて第3位、大阪の喫茶店のミックスジュース風味、コアラさんコラボのプロテインですね。パッケージにコアラさんがいるあのプロテイン、第3位ということですね。大人気ですね。ずっと限定フレーバーだったんですよね。発売するたびに売り切れる、もう本当に大人気のフレーバーが今定番化して置いてあります。もうミックスジュースやんと、満足度もすごいですし、ミックスジュースにさらにフルーツを入れてね、スムージーにしてあげるとめちゃくちゃフルーティーなスムージーが出来上がるので、大阪の喫茶店のミックスジュース風味試してみてください。続いてですね、第2位、激うまチョコ風味。もうね、定番中の定番です。激うまチョコ大人気ですね。この間もですね、チョコレートのプロテインで初めて美味しいと思いました。こういったコメントをいただきました。名前の通り激うまプロテインになるんですよね。激うまチョコチェックしてみてください。めちゃくちゃ美味しいです。そしてラスト第1位です。トゥルルルルベリベリベリー。はい、もう B レジェンド代表するプロテインですね。初代酸味系プロテインと言っても過言ではない、そういったプロテインになります。すっきりプロテインを飲みたい、甘いのに飽きた、暑い時期にあーさっぱり飲みたいな、そう思った時最高のプロテインです。ベリベリベリー、めちゃくちゃ飲みやすいので、ぜひ試していただきたいなと思います。第5位がそんなバナナ、第4位が鬼レモン、第3位が大阪の喫茶店のミックスジュース、そして第2位が激うまチョコ、第1位ベリベリベリー、こちらが公式のランキングになります。皆さんにお買い上げいただいて人気のフレーバーというような内容になります。ちょっとここからね、僕の主観のランキング発表していきます。第5位、鬼レモン。結構僕酸っぱいの苦手なんですけど、鬼レモンは水を多めに作ると程よい酸味になるんですよ。あーレモン欲しいなって時ってあるじゃないですか。それを満たしてくれる素晴らしいプロテイン、それが鬼レモンです。第4位、キャラメルコーヒー。これも結構序盤からあるプロテインなんですけど、結構甘いタイプのプロテインなんですけど、僕キャラメルコーヒーめっちゃ好きなんですよ。甘すぎないけど甘い、でもちょっとビターな苦味も感じる最高のプロテインでございます。ぜひぜひこのキャラメルコーヒー試していただきたいです。お試しパックでも入っていると思います。ぜひチェックしてみてください。続いて第3位、ゴーゴーマンゴー。はい、これゴーゴーマンゴーですね。公式のランキングに入ってないことに驚きなんですけど、マンゴーの甘みとちょっとした酸味も再現されて、すごいマイルドで飲みやすいマンゴーフレーバーのドリンクです。ほんとマンゴージュースのような感覚で飲んでいただけるんじゃないですかね。ヨーグルトに混ぜても美味しいですし、スムージーにしても美味しい、すごい万能なね、フルーティーなドリンクになっているので、ぜひぜひお買い上げいただきたいなと思います。フルーツフレーバーで一押しの商品になります。そして続いて第2位、ヨーグルトヨーグルト風味。これめちゃくちゃもう万能です。いろんなプロテインと混ぜてもね、美味しいんですよ。特にフルーツフレーバー大体合います。大阪の喫茶店のミックスジュース風味、これとも合いますし、先ほど言ったゴーゴーマンゴーとも合います。ベリベリベリー合います。パッションフルーツも合います。いろんなフルーツフレーバーがあるんですけど、大体どれと混ぜても美味しく飲んでいただけるというのと、スムージーにするときにこれを入れるだけでめちゃくちゃリアルなスムージーを再現できるんですよね。僕はゴーゴーマンゴーとこのヨーグルトヨーグルト氷と一緒にシェイクしてマンゴーらしい風ドリンクにしてね、飲むのが一押しです。ぜひ試してみてください。そして流行る第1位は
人工甘味料フリーのガトーショコラ、オーマイガトーショコラですね。このオーマイガトーショコラはもう僕の中で一押しです。すっごいいい具合の甘さで、人工甘味料フリーっていうちょっとね、人工甘味料を取りすぎてるなと思っても罪悪感なく飲める。そして程よい苦さと甘みが飽きないんですよ。毎日飲んでももうちょっと違う味欲しいなっていう、この感覚を感じないのが僕はこのオーマイガトーショコラなんですよね。それってプロテインを買う上ですごく大きいことだと思うんですよ。1キロ飲む、この1キロちょっと残って、もうちょっと飽きたから違うの飲んどこうと思って避けてたら、そのまま賞味期限が切れちゃうぐらい置いちゃう。こういったケースって結構あると思うんですよね。ちょっと今日甘いの無理やねん時とか、ちょっと今日さっぱり飲みたいねん、こういう両方を満たしてくるのはこのオーマイガトーショコラなんですよね。僕はこのオーマイガトーショコラ大好きです。ぜひ気になる方はですね、一度手に取って飲んでいただきたいなと思います。ということで、僕の順位第5位は鬼レモン、第4位はキャラメルコーヒー、第3位はゴーゴーマンゴー、第2位はヨーグルトヨーグルト風味、そして第1位はオーマイガトーショコラ風味。ぜひ気になる方はこの5つ、そして公式の5つのフレーバー参考に選んでみてください。お試しパックというお得なパックもございますので、ぜひ手に取っていろんな味を試して好きなフレーバーを見つけて1キロ購入していただけたらなと思います。今回の動画が参考になった、良かったなと思った方はいいね、チャンネル登録、そしてコメントどしどしお待ちしております。公式 LINE、 そして概要欄にはお得な情報なども掲載しております。友達登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。